です。ゆらりです。ピンクラテ TB 始まるよ。イエーイイエーイ。今日はですね、なんとピンクラテからコスメが出ました。こちらの紹介を詳しくしていきたいと思います。はいはい。今日はオンバージョン、学校でも使える学校にぴったりなコスメを紹介します。はい、まずはね、この透明グロス塗っていきたいと思います。こんな感じです。余計じゃん。まあリップ塗ってないんで顔に元気がないです。血色があんまりよろしくないですね。じゃあ塗っていきましょう。うん、いいね。めっちゃプルンプルンになるじゃん。チェリーの香りでございます。ちょっとね、ラメが入ってるのかな。うん、キラキラってしてる。ツヤツヤって。これモテるな。じゃあ私も塗ろう。あ、ベタベタしないやつだこれ。うん、メンってしてなくてサラサラしてるんですよ。よ、よ、よ。ピンクラテ。プルプルっとなりますね。ツヤツヤ伝わってくれ。このツヤ感伝わる。ちょっとね、ラメが入ってて、でベタベタしなくてツヤツヤして、うん、おまけにプルプル。そしておまけにいい香り。最高最高。甘い匂いがしますよ。食べても美味しいかも。ならないよ。良い子は真似しないでね。ね、ね、ね。じゃあ次はハンドクリームを紹介していきます。はい、こんな感じです。こっちがね、ローズの香りです。こっちがチェリーの香りです。はい。右手にローズ、左手にチェリーです。はい、右手にローズからいきましょう。そうじゃん。いいよ。どうですか、このシュールな。あ、全然つってなかった。お、うん、いい感じじゃないですか。え、めっちゃしっとりするんだけど。しっとり。右手にローズ。本当に、本当にバラ、本当にバラだ。バラ。すれ違った時に、あ、この子いい匂いってなるやつです。こうやってやりながら歩くのか。 4D で伝われ。ローズの香りを触れ。冬になるとさ、私本当にハンドクリーム手放せない人なんだよね。カサカサになっちゃって赤切れとかならないように絶対ハンドクリームを持ってった方がいいですよ。うん、おすすめです。次チェリー。左手にチェリー。ちょっと合わないよね、もう。ちょっと、ね、これもね、ベタベタしないの、サラサラしてるね。本当ベタつかない。なんかベタベタするとさ、うん、シャープペン持つときとかさ、ぬる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 してさ、そう、回すとき、持つとき、あ、持つ、回さないわ。私は行くよ。そのときにサラサラしてて、いいと思う。あ、すごい。しっとりしてる。うん。いい匂いするよ。あ、うん、どっち派？じゃあ、せん、せんで言う。せーのーで、チェリーで、ローズ派です。私チェリー派です。分かれたね。ローズはお花の匂いって感じ。うん、ゴージャスな感じ、うんうんうん、こっちは可愛いみたいな。そう、甘い感じ、うん、甘い感じです。伝われ。というわけで、こっちがローズ、こっちがチェリーとなりましたので、赤切れ気になるよとか思う子は、うん、ぜひ使ってみてください。はい、学校シリーズは以上となります。じゃあ次は休日編です。どうぞ。はい、というわけで休日のコーデに着替えてきました。えい。今休日用のメイクをしてきたんですけど、私はこれチークとして使ったんですけど、こういう色でチーク&リップオフ002番です。私がしてるチークはチーク&リップオフ001番の色です。チーク、リップが、私のこの色はピンクラテリップグロスオフ002番です。チェリーの香りです。こちらは
ピンクラッテリップグロスオフ001番です。こちらはチェリーの香りです。同じキューティーレッドっていう色ですね。あ、私はピュアなコーラルピンクです。はい、あとねもう一色あるんですけど、ピンクラッテリップグロスオフ003番、レディーなベージュピンク、これが一番薄い色で、これが薄いピンク、これが薄い赤になります。はい、リップ濃いのが好きっていう人はこれが一番いいかなって思います。はい、見た目的に結構赤って感じするけど、そうでも塗ってみるとそんな真っ赤っかでもないし、うん、ちょっとやってみたかったのこれが。ちょっとわかる。チェリーの香りでこういう感じなんですよ。薄い透けてる赤です。ローズでチェリー派だったからこの匂いも好き。うん、最高。リップにも使えるので、これを塗る前に真ん中ら辺に指でポン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 って少し塗っています。あ、私もやりましたそれ。色があるだけでこんなに顔が違うかっていうね。本当にね、やっぱ血色感ってすごい大事です。大事ね。一般のチークはピーチの香りが、結構いい匂いがします。します。リップがこの3色、1番、2番、3番です。これはチェリーの香りです。はい、チークがこの2色、1番と2番です。ピーチの香りがします。こっちがピンクっぽくって、こっちがオレンジ、オレンジっぽい感じです。じゃあ紹介は以上となります。休日はもっと盛りたいって思うんだけど、学校はきっとナチュラルメイクがぴったりなので、使い分けてみてください。はい、使い分けてね。はい、じゃあこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。